ません。もう許してください。さっきの威勢はどこ行ったんだぐらい。え？ほら、立てや。立てっつってんだろうが！助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっとこの野郎、ふざけた真似してんじゃねえぞくれ。収穫あったか、マジマちゃん。はあ、ただ町歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。ああ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から殻の一坪を100億で買い取る用意がある。何やと。近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。殻の一坪はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に殻の一つも売るっちゅうんか。そう、島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。そん時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえけど、近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってのは。
せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんや。カムロ町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったわ。ずいぶん話がちゃうやねんか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ、真島ちゃん。結局立花不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで立花不動産の人間が出入りしてたってよ。何あんた。この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。ちいと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかやばいことになってるみたい。やばいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、大きにな。いらっしゃいませ。やっぱりあんただったんだな、真島さん。町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえことを言うなよ。それにあんた自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。Yeah!
相変わらずですね、真島さん。若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用がある。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今立花不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい。全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそれ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよー知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一粒は見たか。あ？殻の一粒は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。道島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら
登場会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが、堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが登場会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから橘不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列だから、組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼よな。なるほど、愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために。登場会内部の風間派を全部あぶり出すためや。女が消えたら案の定動き出した登場会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、真島。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日カムロ町でセラを見たもんがおる。あ、なんだと。それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん、橘不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや。それさえうまくやったらお前登場会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。女連れて逃げとんのは橘不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所をたどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから
ええ話がある言うたやろ、真島。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんな。もうパチンコなんかやめろって。うるせんだよ。おい、おい、てめえ待てよ、こら。なんかこいつヤバくね。バカ、やべって。マジかよ。おれ、上等じゃねえか。あ、よっしゃ、俺もやらせろ。あらあらあら。おい、待て。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山来とるか。え、錦山さんのお知り合いですか。いや、これから初対面や。ああ、てめえふざけてんのか。何者だこれ。錦山はおらんのか。うるせえ、おめえもういいから帰れ。あら、消えろっつんだよ。よせ、そいつは真島だ。真島って、真島五郎ですか。3年前島の組から消されたって話だったがな。間違いねえ。あんた誰。風間組若頭の柏木だ。あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか。なんやと。お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。真島、場所を変えさせてもらうぜ。こない小汚い事務所でよう言うわ。
俺が面倒見てるビルでな、好きに使わせてもらってる。ほんまにあんた一人でよかったんか。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道のサガってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞマジマ。バケモンが風間組におったんか。柏木さん、ええとこに来たやないか。錦山っちゅうやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。そんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。
帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか？ええ。誰だあんた？真島言うもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠という女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた？ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場会に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何が分かんだよ。今ので何も分からんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レイナ下がってろ。やめて。やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュウはどこや。待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ。うん。よせ、レイナ。彼女なら姿を消したわ。もうキリュウさんの元にもいない。なんやと、どういうこっちゃ。錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。
彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。なんやと。二人は中国残留孤児の2世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。最後に女見たんはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんや。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。殻の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある橋。これが殻の一壺。お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんや。お前まこと、あなたにはまた会えると思ってた。お前見えとるんか。お前見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今
あの殻の一粒で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。よし行くで。足元気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。よう、そんなんで街中歩けたな。怪我してへんか。大丈夫だから。
寒いな。こら、雪でも降るんちゃうか。 50% だって。え？雪の確率。天気予報。どういうこっちゃ。どうかしたの？この世、たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私、さっき屋台を見かけたか。屋台って、たこ焼きんか？多分、匂いがそんな感じだったから。どこで見たんや？なんか、広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら劇場前広場やろか。ほな、そっちに行ってみようか。なんさ、気ぃつけや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼き。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は。美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。なあ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気なんや。うん、教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても、組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考えろ。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。まあ、もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ちょっと待っとけ。うちで遊んでてください。
を。あんちゃん。あ？たこ焼きくれや。何言うとるんやん。さっき公園から出てきたお姉ちゃんから。何やと？その子もあんたの名前知らねえっつうから、たこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって。明日5時。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらって。さっさと持ってけ。ごちそうさん。どこほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組。うちの雇った鬼人会、てめえのおかげでさんざ下手うってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった、うん、お前らが西谷を手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな。なんやと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるってしつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会う。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ、あの子はどこにおんねや。なんだぜ。
どこや？そら、はよ言えや。嫌な他のもんに聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや。六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただし、これまで空の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。
堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。おい、誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。まじま、渋沢組が始末したんじゃねえのか。まじま、止まれこれ。うっさいわボケ。え、お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやぞ。さっさとどかんかい、ボケが。なんやこれは。何しとるんやお前。
生きとる。おい誠、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺がわからんのか？返事せえや、誠。ごめんなさい。誠、私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに言った、あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。こんな子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって。私にはそれしかないから。わかった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。マジマ、セロ、何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を知らせるな。どこに連れてくんや？安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか？誠、おい聞こえるか？死んな、死ぬんやない。
復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから。